よし。くそー。いかんせん、あの、協力プレイをしたヨッシーが、まあ、1位っていうのが、まあ、あれだよね。そうな。あ、花ちゃんだ。どうしたらいい？意味ないよね。そうだね。しかもクッパがある。クッパがいるから。またかよ。なんかここ血統多いね。血統多いな。あれかな、セーブだから。あー、なるほどね。お金がないんで、ちょっと俺的にはクッパ、俺的にはクッパ大爆発だ。ちょっと今気になってる。今気になった、今気になった。何これ、パンパカパン、レースが始まる、誰が一番にゴールになるんですか。うわー、こういうのか。なるほどね。バッタン、ドスン、テレサ、ボムヘ。これ一番遅いっていうふうに考えて、テレサかな。あ、もう選べないんだ。これ最後の人不利だね。さあ、頑張れテレちゃん。テレちゃん頑張れ。あ、テレちゃん頑張れ。おい、何してんのよ、ちょっと。いけ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 。お、早い早い早い。お、巻き返した、巻き返した。ただこけるんだよな、こいつな。いけ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 。テレちゃんいけ、テレちゃんいけ、テレちゃんいけ。テレちゃん、テレちゃん、テレちゃん。ここで多分ボム兵がこけ、お、こけなかった。やったー、やったー。わーい。テレさー。俺はもう最初からね、ボム兵がね、やってくれると思ってましたよ、俺は。惜しい、惜しい、惜しい。信じてましたよ。いや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 。うわぁ。あ、あれだね。よかったねっていう。飛ばせないのもういいんだけど、僕で。もうボタン押しても全然効かないっていうね。まあいいや、2位だから許してやるよ。12か。完全に運ゲーだったね、これ。運ゲーだね。45か。あと5ポイント欲しい。乗るんかい。戻ってどうすん、あ、お、なんこれ、あー、なるほどね。誰か引かれんじゃない、ゴリラ、俺引かれんじゃね、だからいらっしゃいませ。嫌な予感がする。うわ、嘘、マジかよ。あらららら、ら、ちょっとこれは、それはないっすわ。それはないな。それないっすわ。大空プレートレース、まあ、レースだろうな。ちなみに青空で、青空、嘘。もうダメだ。ああ、これか。ひらがなが読めないよ、皆さん。これか。一度上に乗ると落ちてしまうプレートを渡って、誰よりも早くゴールを目指しましょう。あ、とりあえずゴールに行けばだけね。 OK、 了解です。やばいな、日本語読めなくなっちゃったよ。でっていうゴリラ姫、いきます。オッケーオッケー。何それ、ちょっとさ、それさ、あのさ、仲良ししなくてもいいじゃん。もう何なんだよ、こんなん見ても全然面白くないわ。よし頑張れ、よし頑張れ。何やってんの、まあ、コンピューターのレベル的にさ、落ちろ落ちろ、ワニ落ちろ、そのまま。まあ無理だよね。そうですよね。ですよね。全然面白くない。ちょっとワリオも弱いにしとくべきだったな。うん。普通は強いんだよ。完全に腕が治ってるよね。うん、腕も何もないからね、俺。まあ、ね、初見だからね。このシリーズ。もう話すこともなくなってきてるっていうね。ネタに困ってきちゃったよね。あ、でもピヨピヨ、あ、あそこいいんじゃん。うん、そうそうそう。あ、逆にこれはワリオナイスかもしれないよ、これ。なんかさ、頑張ったでしょとかでさ、ボーナススターもらえないかな。お姫様でしょとかさ。それは、それはずるいでしょ。可愛いでしょとかさ。あ、でもこれなんかミニゲームキングかなんかですね。そうそうそう。星2つぐらい取られ、なんかもらえたけど。フラフラレコード、なんだ、これ目が回ってフラフラします。足元に気をつけながらレコードの上に浮かぶ音楽のマークを取りましょう。お、ヒップドロップ、もう覚えたわよ。こねる、こ
まっすぐ歩くためには、スティックをどの方向に倒したらいいのかを知ることがポイントです。知らねえよ知らんこの短期間でそれをマスターできる自信がないねん。うーわー、ああ、いって、あれか、あれをいかに早く取るかっていうことか。え、ちょっとなんで踏んでんだよ、デッティ。はーい、ゲッチュー。なんでそんな瞬殺なの、ちょっと。なんか簡単だったよ。あ、そう。うん。適当に押しただけでしょ。うん。これ、ね、そうなんですよ。でもね、皆さん、見てよ。ビリなの。私、ビリなの。チチチチチ。8か。ちょっと血統そろそろ飽きたんだけど。どうしよっかな。まあ、何を。でもさ、ここでさ、スター取るってさ、3位になるだけなんだよね。そうだね、まあ、ワリオからコインを奪うっていうのがまあ一番あの、なんか一番いいっちゃいいんだけど、ただ取ったところで俺8コインしか残んないからな。でも取った方がいいか。誰から取ろうかな。まあワリオか。普通に考えてワリオだな。こいつだって学習ブロックで取ったんだよな。そう、ちょっとフェアじゃないよ。フェアじゃない、フェアじゃない。 This is not fair ってやつですね。あら、ちょっとちょっとなんか隠しブロック、ちょっと今期待した。ちょっとあの隠しブロックっていうかさあの This is not fair みたいな話だった気がするんですけど、あれ、それはスターの場合ね。今ちょっと期待しちゃって、あれ、これ来ちゃったんじゃないの。フェアじゃないよ、左に行くべきだよ。いいじゃん。あー、危ない危ない。おー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 、あれ、キノコ吹っ飛ばす方法とかないの。あれ、ちょっと嫌な予感するぞ、これ非常に、非常に嫌な予感が。バカでよかった、バカでよかった、バカでよかった。これさ、うん、あの人間がいてだったら、まあ、一番ね、あ、運気から奪うことによって、こう、素通りさせるっていう戦略が取れるわけなんだよ。あ、コインでね。うん、なんでゴリラにしなかったんだろうな、これ。おかげで1なんか1なんじゃないの。あれじゃない、コイン狙ってるのかもね、ボーナスは。あ、そういうこと。まあ、たった10コインだ、くれてやろうじゃないか。パンチでアタック。なんだろう。腕っぷしなら多分ドンキーが一番強い。ドンキーが一番強い。ドン角の上でライバルたちと落とし合いをします。ああ、なるほどね。うん、最後の一人になったら勝ちとなります。あ、またこれか。非常に分かりやすい。ああ、これ。まずは一番殺したやつこいつだな。死ね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 。パンチが全然効かないんだ。死ね、死ね、死ね、死ね。痛い痛い。死ね、死ね、死ね、死ね。やべ。これどうなんの？あ、引き分けになるんだ。引き分けになったらこれどうなんの？分け合うんじゃない？もらえないんじゃない？あ、そういうこと。まあいいけど。まあいいけど。やべ、もう10ターンしかねえわ。まあサクサクなんだ。サクサクってことはこれあれだね。うん。あんまりのんびりもしてられない。のんびりもしてられないってことだよな。ちょっと2位と3位が僅差で争ってる感じだな。やばいな、ここで取られるのは痛いぞ。さあ、一歩抜け出しましたよ。やばいな、どこ、遠いな。スタートにいるの誰だろう今。あれ今ヨッシー、これヨッシー取っちゃうんじゃない。マジでヨッシーそんなとこいたっけ。全然ヨッシー確かさっき左に行った気がするんだよ。全然覚えてない。来たよ、遅いからね。残念。あー、ワリオが行く可能性もあるね。そしたら2位でしょ。あか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 あ、出た、マジか、これか、出た、トラウマ、トラウマ。これはまずいぞ、これは非常にまずいぞ、これは。さっきのトラウマが弱いですね。こうやって遊んでたんですよ、さっき1回目の時に。弱いですね、これ。いや、投げる側が圧倒的に、いや、しかもこれコース緩いじゃん、これ。ちょっとさあ、どっちに来るか。なんで出てこっち来ようとすんだ。こっち来んな、こっち来んな。よしよしよし、よくてもよしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。え、これさ、左右に分かれる。そうそうそう、俺こっちに行きたい。そうそうそう、俺こっちに行きたい。あ、
これ以上いけないんだ。あ、そうなのこれ。おっしゃ、よし、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。今残ればいいんでしょこれ。残ればいい。オッケー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 。いいね、これ二人残れば勝ちだもんね。要はスペア取れないってことでしょ。よっしゃオッケーオッケー、いいよいいよ。ただヨッシーが多分これユーロだと思うんですよね。そうかな。ほら、だってあ、もう取っちゃうじゃんこれ。あー、やばいな。あらららら、ちょっと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 、これね、俺が次スター取ればもう3人だけの戦いになるから。どこ、あ、もう無理だえ、これどうやって上から回ってくるのかな。じゃない。あ、じゃあちょっと少し希望が見えてきた。今俺どこにいる。あれ、もしかしてワ、あれワリオどこにいるんだよ。ワリオ一番向こう側。あ、またゲットちゃんですか。ちょっとサバイなんかあれなんかバトル多いね。あ、あー、これはボム兵渡し、要は早く渡せばいいんでしょこれ。持っているボム兵が爆発してしまうと負け、最後まで残っていた人は勝ち。投げる、受け取る、はい、落としちゃいけないから、これ受け取る、投げる、はあ、うーん、投げる方向、あ、選べるのか、なるほどね。 B で受けるからね。よしよし、オッケーオッケーオッケー。これ全部ワリオに読む返せばいいんでしょ。そうだね。いけ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 、よしよしよし、さあ勝負だ、さあ勝負だ。あとはここに潰し合いだろ。え、これさ、ずっと持ってたと思う。多分ね、そういう作戦もありだと思うよ。で、直前になるまでずっと持ってるっていうのも多分ありっちゃある。こういう感じだな。で、説明しようと思ったら、まあ、ミスったっていうね。まあ、最低限ちょっとワリを潰すっていう、ワリを潰すっていうね、この協力プレイが見られたわけです。それはまあ最低限。おっしゃ、56だったよ。ワリオが相当持ってたからさ。そうだね、ちょっとあれが怖かったね。あれ怖いね。ヨッシーが最下位だったから。あ、でもあれだけ取られてもさ、87でまだあるね。え、ピーチも80持ってんじゃん。あと何が起こるんだ。これワリオ跳ねられちゃうパターン。うん、じゃあ、あ、いねえわ。あら、あ、もうスタート地点にいるんだワリオ。あー、そういうこと。じゃあ意味ねえな、誰も取らなかった。ちょ、誰が一番近いんだ俺。俺やっぱ俺かドンキーじゃない。ピーチが一番近いんじゃない。だって俺がこれで抜かなければ、こう、そうだ、こういって、でもあ、でも鍵がないといけないんじゃない。それ下でしょ。あらら、そういうこと。いや、鍵買わなきゃいけねえんだ。アイテム屋あったっけ。アイテム屋さんはですね、アイテムはですね、ない。なんかどっかここら辺にあった気がするんだけど。あった。あれれれれれ、あった、ここだ。あ、ダメじゃん。ダメだ。え、じゃあもうこれ10ターン多分誰も取れないよ。あ、じゃあテレサで取るしかねえな。ちょっと流れに任せようかな。どっちしろ俺1だし。うぜえさあ、あ、俺か。回してローラー、レバーを倒してローラーをぐるぐる回し、上に乗っているライバルたちを全員落としたら勝ち。はあ、うん、あ、こうやって、うん、見てこのピーチの動き。で、君たちは右、左、ジャンプ、左、右、左、ジャンプ、OK。要は君たちを蹴落とせばいいわけですね。そういうことです。おーおー、これ面白そうだ。S の血が騒ぎますね。うわこれ楽しそうだな。これ回す側超楽しくない？超楽しい。なかなか落ちない。あ、落ちろよ。強い。強いな。よし、これ面白い。これはいいな。これ面白い。
あれね、予想以上にね、高速に回転してる、ダメだ、こんだけ取ってても勝てないわ。あら、あ、よかった、あ、でも大丈夫だ。いや、だからテレサそこにしかいないんだっけ。なんかもう一箇所、もう一箇所いたんだけど、さっきのコースだっけ。なんかいたような気がしたんだけど、気のせいかしら。なんかこっちの方にいたような気がするんだけど、いなかったかな。あ、いたいたいた、あそこで取ればいいや。2、パーティー、もうパーティーしてるけどね。うん、やってみようか。ちょっと呼ぶだけ。何すんの。はい、なんだろう、な、なになに、なに、あ、あ、みんな呼んじゃうってことは、呼んじゃうってことか、そういうことで。それだけか、なんか全然面白くねえな。なんかミニゲームでも始まるの。なんかやらねえ、怖いのはワリオだな。するのかよ、するの意味ねえじゃん。これなんか怒んのかな。これなんだろうね。な、な、何するの。謎。これ多分ワリオがテレサ使うでしょ。どうするの、ね、そしたら俺狙われるよね。スター取るか、コインを俺に向けてくるか。居眠りワンワン。スター取るんじゃない。スター行くかね、さすがに。ワンワンに見つからないように樽で隠れながら赤いボタンで扉を開けて急いで部屋から逃げましょう。うん、わからん。下、上、ああ、なるほどね、あそこのボタンまで歩いてって後ろに下がれってことね。下、前に進む。あ、オッケー、了解です。歩くスピードが速いとその分樽に隠れるのに時間がかかってしまいます。あ、なるほどね。時間制限とかあんのかな。あんじゃない。スタート。これ全員ダメなの。そういう気がする。え、下手くそ。ドロー。難しいね、これは。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でーす。はい、次次。あ、ないよね。お、下に行く。これは一体何の狙いがあるんですかね。さあ、5。もういいです。4。待ってね。あと3つでしょ。お宝がある。今更お宝取ってもって感じだけど、あ、お宝じゃなかったわ。お宝じゃなかった。お、今ねちょっとね狙ったからね。まさかのね、ゴリラがテレサを使うっていう可能性も出てくるよな。うん、あと何ターン残ってんだっけ。5ターンぐらい。そんな残ってない。7ターンぐらい。そんな残ってる。まだあると思うけど。お、5、キノピオブロック。なんだなんだ。回っているブロックをジャンプで叩いてキノピオマークで止めましょう。先に5回止めたら勝ち。キノピオ以外のマークを止めるとジャンプ、ん、動けなくなるのでタイミングよくブロックを叩きましょう。へえ。あー、なるほどね。とりあえずキノピオ当てないんだよ。オッケー、回せる。あ、違う。あ、なるほどね。なるほどね。クッパの次ね。あ、違う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 。あ、間違えるとそれも早くなっちゃうか。あー、違う違う叩きまくればいいや。あ、違う違う、あ、違う違う違う。よし、OK。 あー、なるほど、上に行くと早くなるんだね。 OK。 くそ、これ早いだろ。起きた。これもランダムじゃん。よし、あと1回。これ運ゲーだわ。さあどうなる。どうなる。よし、よし来た。よし来た。運ゲーだわこんなの。
もうみんなが途中でみんながめんどくさくなっちゃって、まあ、もう連打だよね。そうたまたまですこれ、たまたま。よし、あと何段とかいくか。全然見てなかった今。いいんじゃない、あ、どっかで。あと何段、あ、これさ、多分スタートボタンかな、これ。あ、あと5段か、はいはい、そうだね。3、2、1。はい、だから怖いのはやっぱワリオだよな。え、でもさ、ワリオがスター取ったところでヨッシーが1位になるかゴリラが1位になるかの問題でしょ。お、これ来たじゃん。うん、さあどうする、ゴリラがどうか、まさかの俺のスターを取るか。どうすかね、スター取れないんですよ。あ、そうか。で、コインを奪うしかないわけですよ、うん、で、うん、問題は一番金を持ってるピーチを取るか、ワリオを取るか、あるいはピーチに取られちゃうと、そうね、そうなってしまうね。でもどうせ30も取れないだろうからね。ただ、一番面白くないのがワリオになんかどさかに負けて1位。こいつがさ、うん、何気にあのあれなんだよね、あのミニゲームで勝ってるからさ、うん、それであのボーナスを取られる可能性があるわけよ。となるとこいついいや。26以上取らないときついよ。あいえ。こっちがええやん。まあ俺の人もしょうがないんだけど。24コインか。微妙だな。微妙だな。行くまでに3コインマイナスすれば取れなくなるけど。どうだろうね。何か起こるかな。起こんなかったね。21。さあどうする。お、コイン。あ、そう。そう来る。そう。あ、奪われたら奪い返す。そういうこと。で行かないのか。行かないんだね。21コイン、うん、まあ、結局こっちが3コインとかで差し引きゼロだね。差し引きほとんどないな。へえー、やっぱあのボーナスを狙ってんのか。さすがに考えてるのかな。考えてるのかね。所詮普通だからね。ヒュード、あ、さっきのか、コナン君か。これきついな。どうやってやんだっけ。 A 連打だっけ。あ、 A でジャンプか。いけ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 いり上がりにかける。ワリオが勝つと。なんでビリが勝つの。あ、中間か。中間っていうかもうこれなんかコインもらえるんじゃなかったっけ。ビリもらえたっけ。なんかもらえなかったっけ。いや、まだもらえるんだよ。お、のこのこ、 あったね、無駄な。ほら、来た来た来た、ビーチは勝つと思います。無駄な予想。わーい。え、ちょっと何それ。わーい。え、そんなのあったっけ。あったあった。あー、2倍ね。2倍ね。これはあったね。スーパースターになるのはわしだ。あと5ターン。4。ちょうどかな。さあどうする。さあどうしようかな。ああ、ここは悩みどころでね。スターを奪うかコインを奪うか。もちろんスターだけど、問題はデッキから取るかゴリから取るか。そうだね。ただコンピューターに勝たせても面白くないんで。それはあるね。ああ、これで持ってきて、で50にあればこれもう一個取れるから。あ、そうか、同じところに止まると決闘か。そっかそっか。さあどうしましょう。もちろんクリボーはカウントダウンするのに、ゴーと出るタイミングに合わせて A ボタンを押してください。あ、了解です。うん、頑張ります。グッドラック。え
うん、分かったね。分かったね。面白くねえ。相手はこれさ、なんか、うん、勝っちゃった。あれ、一人勝ちモードに。一人勝ち。あれちょっと。ごめんね。ごめんね、ゴリラくん。見て、この快進撃。ビリから這い上がってきたこのお姫様。やっぱりね。あ、ヒップルドン。これさっきやったやつだな。あ、これかよ。このワリオが有利ですね。これさ、高く飛んだ方がいいんじゃないの。なんか細かく素早く行けばいいのかなと思ってたんだけど。ほらほらほら、早いもん。ほらほら、あ、そういうこと。高く飛んで勢いつけてやった方が。そうなんだ。ピーチぶっ最悪やな。ちょっとピーチはちょっと調子に乗ってきたな。でへへ。ラスト4ターン。4ターンだな。4ターンでどこまでいけるかだな。今さら何かが起こると思ってても思えない。いや、わからんぜ。おっ、ちょっとちょっとちょっと、それはないと思うな。俺逆に面白くなくなってきちゃった。マリパーってこんなゲームだったっけ。いや、わかんない。まだボーナスがあるからな。まあね、うん、ボーナスあるよ、まあ、そうだけどさ、なんか一気に盛り下がってきちゃった。あのね、勝ってるはずのね、俺もね、ちょっと盛り下がってる気分。またなんかよくわかんないのが始まったしよ。始まったしな。カットカット。